この部屋でラストですわね。さすが私、いいペースですわ。早く終わらせてしまいましょう。サンタさん?これは神様がくれたクリスマスプレゼントだ。間違いない。サンタさんがあんまり可愛かったからつい。まったく、もうさっさとプレゼント置いて帰りますわ。カード、もうプレゼントがなくなっちゃいました。最後はあなた自身がプレゼントってことで、その人の彼女になってあげてね、お母様より。俺のプレゼントは納得。やっほー、お姉ちゃん。いらっしゃい、アンナ。久しぶりね。はじめまして、お兄ちゃん。よろしく。お母さんからいろいろ聞いてるよ。二人はすっごい相性いいって。で、そろそろ結婚式の予定って決めてるの？まだ何もね。ゆういちくん。ええ。二人とも奥手だな。まさかもう倦怠期？そんなことないよね、ゆういちくん。もちろんですよ。これは私が何とかした。男と女がこじれる理由って言えば、やっぱりあれかしら。ねえ、雄一さん。お姉ちゃんとエッチしてる？お姉ちゃんってばそういうとこ真面目だし、もしかして溜まってるとか？じゃあさ、私がしてあげよっか？これはないわよね。私ってば。かなこさん。あ、ゆういちくん、お帰りなさい。あのですね、少しお話ししたいことが。やっぱなんでもないです。ゆういちくん。ああ、アイシャがうちに来てもう1年か。あっという間だったな。ちょっと展開が早すぎる気もしますけど。姉様、メリークリスマス。サーシャ、これお母様からのプレゼント。お母様ったら、どういうおつもりでこんな。お母様は早く孫の顔が見たいから、その服で納札しなさいって。なるほど、子作りのための勝負服ね。そういうことなら、お安い御用だ。何なさいますの。私まだそんな気は。姉様がダメなら私が相手でもいいって、お母様が。そうかそうか、アイシャは俺と子作りしたくないのか。そっか。でもそれだけじゃ何とも言えないな。そうよね。いっそ今部屋に行って直接聞いてみたら。うじうじしててもどうしようもないしさ。今大丈夫。もし本当に浮気だったら、その時は私も一緒にぶっ飛ばしてあげるからさ。アンナ、ゆういちくん、寝ちゃった？
かなこさん、こんな時間にごめんね。あのね、今日一緒に寝てもいい？え、ダメかな？ええ、あのかなこさん、どうしたんです？最近ゆういちくんが何か言いたそうにしてるから、いろいろ変なこと考えちゃって。え、もしかして他に彼女ができちゃったんじゃないかって、別れようって言われるんじゃないかって。そんなことありえませんよ。ゆういちくん、嘘。何度も渡そうとしたんですけど、その度に何て言えばいいのかわからなくなって。でも俺、かなこさんを悲しませるようなことは絶対ありませんから。ゆういちくん、疑ったりしてごめん、ごめんなさい。かなこさん、いいってば。ゆういちくん大好き。プロポーズお受けします。かなこさん。ゆういちさん、すっごいガチガチみたいだけど大丈夫？大丈夫だよ、アンナちゃん。お姉ちゃん、ゆういちさん来たよ。ゆういちくん、どうかな？綺麗だ。ありがとう。まだ少し時間があるから二人ともここで待ってて。準備ができたら呼びに来るから。そっか、まだちょっと時間があるのか。